皆さんこんにちは、 B レジェンドのダンです。今回はオリンピックシャフトを使って行うフリーウェイトのショルダープレスを行っていきたいと思います。ビリジナの公式 LINE ではお得な情報などを掲載しておりますので、ぜひ気になる方は概要欄からチェックしてみてください。ショルダープレス、バーベル使うんやったらミリタリープレスやったらいいやんって思う人も多いと思うんですけど、ミリタリープレスっていうのはこのバーベルを使ってスタンディングで行うショルダープレスですね。僕はですね、病気で足で踏ん張るっていうのを今禁止されておりまして、まあできる限り踏ん張らない種目でどうにかしていかなあかんっていう中で、フリーウェイトっていうのは体を作っていく上ではかなり重要になってくるんで、こういったものもたまに入れたいなと思って入れてます。まあ基本的にはスミスマシンでショルダープレスを行うことが多いんですけど、今日はちょっとこのパワーラックを使って行います。で、またね、このマシーンがですね、後ろに行かないっていう問題もありまして、すごい窮屈そうにやると思うんですけど、普通のジムやったらこんな窮屈にならないと思うんで、安心してやってもらったらいいなと思います。ただカツカツやからこそちょっと安心できるのは、この柱にオリンピックシャフトをくっつけたままプレスできるんで、ちょっとスミスマシーンみたいにフリーウェイトやのに固定されるっていう状態を作ることができます。ただジムによってはこのオリンピックシャフトに傷がつくとか、パワーラックに傷がつくっていうので嫌がられる可能性あるので、ジムのスタッフさんと相談の上行ってください。まずですね、ベンチをしっかり僕は90度ぐらいにセッティングします。で、ラックのこっち側にもかけるとこがあるのであれば、かけてスタートした方がいいです。これないんでセーフティーにかけてるんで、もしこの柱にかける部分があれば、そこにセッティングしてしっかりと収縮ポジションから行ってあげる方がやりやすいと思います。そして高重量を扱えるんじゃないかなっていうふうに思います。まず握る位置なんですけど、基本的には手首から肘がこの地面と垂直の状態を保てる手幅で行います。手幅狭くしすぎてる人もいるんですけど、肘がこう入ってると肘自体はねじれてるんで怪我しやすいです。関節強い人は大丈夫かもしれないんですけど、僕は関節すっごい弱い人間なんで、こういうやり方で高重量を押したりするとすぐに怪我しちゃうんで、手幅は基本的には手首と肘と地面がしっかりこの垂直の線上にあるような意識で行っています。この手幅やったら怪我してこなかったんで、この手幅にしてます。だいたいオリンピックシャフトの真ん中から線が徐々にあると思うんですけど、1個目の線のところに僕は薬指を当てています。結構胸張ったりもするんですけど、僕はあんま胸張らずに背中もしっかりとシートにつけた状態で持ち上げます。で、この時にもうセッティングできないやったらここのまま押し付けていいんですけど、ないところとかやったら自分でバランスを取ってあげてください。で、このままぐーっと落としていくんですけど、基本的にはこのバーベルが耳の高さぐらいまで落ちたぐらいで止めてあげる方が僕はちょうどいいストレッチかなっていうふうに思うので、そこで止めます。それ以上下にするとストレッチはかかるんですけど、収縮の時に腕の力で押すことになるので、肩から負荷が抜けてしまいます。なので肩のフロントを狙いたいっていうのであれば、しっかり耳のこの辺りで止めて押す、耳の辺りで止めて押す、こう止めるのもね一つのトレーニングなんで、耳のとこで止める、押す、押す。で、この時に僕自身ちょっと認識するのは、首をちょっと前に出す、収縮ポジションで。ただフリーウェイトでこれやっちゃうと、こっちに倒れていって肩外れる可能性もあるんで、それは気をつけてほしいなと思います。自信があってもちゃんとそういうところは気にした方がいいなっていうふうに思っているので、ぜひ皆さんも気にしてあげてください。大丈夫はないんでね、トレーニングに。スミスマシンやったらね、僕いつもこうやるんですけど、フリーウェイトやったらまあできない方が多いんで、やらなくても大丈夫です。ただ押し付けれるのであれば、収縮の時に首をちょっと前に出す、で落としていって、この時にグーッと胸張り続けると胸の上部の方にも入ってきちゃうようになるんで、基本的には腹筋に力を入れたまま行っています。ちょっと力入れてグッと押していく、グッと前に、このぐらいまで落としたらグッと前に、前に。これが握り込むと割と肩って入りにくいんで、親指をちょっとバーにこう添えてあげるようにするか、フリーウェイトは親指をかけないは危ないんで、できれば添えてあげてる方がいいかなと思います。おっす。ストレッチの時もね、張っちゃってもいいですけど、プレスの時はしっかりグッと腹筋に力入れて、おっす、おっす。
まあ最大収縮っていうよりかは重量を乗せるっていうイメージでフロントを狙ってあげれるのかなっていうふうに思います。メロン型って言われてる立体的な型の形を作るっていう上ではプレスもかなり重要になってくるので、こうやってレイズをよくやってる人は見るんですけど、プレスがおろそかになってるなって感じる方はぜひプレスもやってみてください。プレスをやることでベンチプレスの重量なども上がったりもするので、重量が上がれば胸にかかってくる負荷っていうのも上がってくるので、フリーウェイトでしっかりと肩を追い込んでみてください。久しぶりに僕もこれやったんですけど、またやろうと思うぐらいもめちゃくちゃいい感じに入ってるんで、次の肩トレではこれをやろうかなっていうふうに思います。またよかったらいいね、チャンネル登録もお忘れなく。また次こういう種目を知りたい、ここの部位のトレーニングを知りたいっていうものがあれば、ぜひコメントにお願いいたします。概要欄には公式 LINE やお得な情報を掲載しておりますので、新商品なども掲載しておりますので、気になる方はチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。